こんにちは、なまはげファミリーの中地です。本日はついに来ました、これですね、日本ライティングさんの LED コンバージョンキット。これ9月の終わりぐらいに出た新商品です。スーパーハイルーメン LED フォグということで、これ1万ルーメンのフォグ専用 LED ですね。日本ライティングさんの LED、 中華製の LED、 私いろいろレビューしてるので、今回ねちょっとこいつを買ってレビューすることにしました。これなんですけど、値段がまあ3万円弱するんですよ。で、喜ばしいことにですね、皆様がなまはげファミリーチャンネルを応援してくださるおかげで、いくらだろうな、一応 Amazon アソシエートと楽天アフィリエートでだいたいですね、月に6、7千円ぐらいになってるんですよ、現在で。もうちょっとで YouTube チャンネル登録者数1000人いくと、あの YouTube からの広告収入も入るので、これ多分単品で買うと嫁に絶対怒られちゃうんですけど、あれちょっと待てよと思って、このライト買って、まあ、皆さんがねこう見て、そこからクリックして、そこからチャリンチャリン入ってくる報酬でこれ買えちゃうんじゃないと思って、まあこれレビューした後にそのままヤフオクとかメルカリで売っちゃえば多分2万円ぐらいでは売れると思うので、じゃあ1ヶ月分の広告収入を当てれば、まあ別にプラマイゼロじゃねと思って、私がね人柱になってちょっと検証してみることになりました。皆様からいただいた、ちょっとずついただいたこう収益をまたこういう風に動画作成に当てて、またみんなの疑問に答えるという、なかなかですね、いいこうローテーションに入ってきたんじゃないかなと思います。でですね、これ、まあ、この見た目はですね、他のやつと何も変わらないんですよ。スーパーハイルーメンとか書いてないので、外見は変わらないですね。問題はこの中の、まあ、LED 本体がどうなってるのかですよね。で、僕は日本ライティングさんのハイスペックの LED と2色カラーチェンジの LED2 種類持ってるんで、これで3種類目ですね。なので今回その他の2色カラーチェンジバルブとハイスペックの LED との比較もちょっとしていきたいと思います。開封してみます。はい、これが日本ライティングさんの LED コンバージョンキットスーパーハイルーメンフォグですね。見た目ではわからないですね。こんな感じでフォグライト用 LED コンバージョンキット H8-11-16-6500K 1万ルーメンです。うりゃ、これは何だろうな、まあ、これは変換できるカプラーかな。こっちが問題の LED ですね。どうでしょう、かなりごつくなってますね。ハイスペックはなんかこれちょっと青かったんですけど、これはもう本当にシルバーだけですね。コントロールユニットの大きさもあんま変わんないかな。ちょっと比べてみましょう。こちらがですね、日本ライティングさんのハイスペック LED ですね。で、こっちが6800ルーメン。それぐらいだったはずなんですけど、まあ、チップは見えますかね？ここに1箇所だけついてるのに対して、このスーパーの方は2つついてますね。こう見ても特にファンの大きさとか、なんでしょう、インゴットの削り出しの感じは特に違いは見えないかな。こう見ると若干ここがえぐれて、L 字にえぐれてるの見えます？ L 字にえぐれてるのがこのハイスペックとの違いですかね。多分元々の形は同じかな。こう一応ハイスペックっていうので差別化するために分かるようにちょっと削ったのかな、それともちょっと放熱性を良くするために削ったのかちょっと分かんないけど、まあハイスペックと比べるとこういう感じですね。うん、チップの大きさが倍になってます。まあ分かりやすい違いですね。他は特に作りで違ったところは見受けられませんね。こういう感じです。スーパーハイルーメンなんですけど、もうこれ多分全く同じですね。型も大きさも全部同じですね。こっちが2色カラーチェンジバルブです。見えるかな、このチップのところに、なんだろう、横1本とこう四角いのが3つついてるの見えますか。これが
カラーチェンジバルブの特徴です。この長細いのと四角いの3つでイエローとホワイト切り替えてるので、実際光ってる面積この見えてるところの半分なはずなんですよね。だからそれと比べるとこのやっぱハイスペック4倍ぐらいの面積で光らせてるので明るいと思います。あ、これはここだけ L になってるんだな。さっきのハイスペックの方はここの L がなくて先端までこうストーンって言ってたんですけど、ここは落ちてますね L に。でこの新しく出たスーパーハイルーメンはこの L のところがさらに削れてますね。やっぱりちょっと作りは若干ですけど違うみたいですね。で後ろの削り出しとかは全く変わらないですね。まあ、多分ここまで、うん、ここの、まあ、型自体はこの H11 なんですけど、どっちも同じだな。まあ、ここの削り具合が違うだけで、あとは同じだと思いますね。ここの部分も同じです。コントロールユニットも同じです。この青い方が2色カラーチェンジバル。こっちがスーパーハイルーメンなんですけど、このコントロールユニットの型自体も、まあ、同じだと思います。今ですね、車両には HID 屋さんの M シリーズ17880ルーメンのフォグが取り付けられています。めちゃくちゃ明るいです。それと比べてこの日本ライティングさんがどこまで明るいのか、まあちょっと比較も兼ねて走行動画撮っていきたいと思います。取り付けに関しては以前やった動画上の方にリンクを貼っておいて、まあ、概要欄にも貼っておくので取り付けはそれをご覧ください。今回は比較だけの動画になります。はい、今回入ってたコードなんですけど、プラスマイナスの極性があるようで、この本体装着して点灯しなかった場合、こっちのカップラーをつけてプラスマイナスを逆にしてくださいっていうためのカップラーでした。はい、取り外しました。こっち側が HID 屋さんの LED バルブですね。でこの日本ライティングさん共通していいところが、このバルブの向きをいろいろ変えれるんですけど、それが無段階でこうネジで調整するタイプなんですよ。これ同風の六角で緩めるとこのバルブ自体がくるくる回って適切な位置に取り付けられるようになってます。対してですね、こっちの HID 屋さんはここに段が切ってあってワンノッチずつ回していくんですよ。これだと本当の適切な位置で止まらない時があるので、まあ、個人的にはこのタイプよりもネジ調整式の方が好きですね。 HID 屋さんの M シリーズもこれハイビームに使ってるやつはネジ式だったんですけど、なぜかこれはですねノッチ式なんですよ。肝心の LED のチップもですね、 HID 屋さんのよりも日本ライティングさんの方が 1.5 倍ぐらい大きいかな。まあ一目でこちらの方が大きいと分かります。大きさは全然違うんですけど、果たしてこれが取り付けてどうなるのか。やっぱ作り自体はこっちの方がいいですね。コスパで言うとこっちだと思うんですけどね。取り付けます。はい、取り付けてから1ヶ月ぐらい経った HID 屋さんのフォグランプですね、17880ルーメン、明るさを測っていきたいと思います。パワーアップしてるな。490キロルクス、400いかないぐらいだったんですけどね、運転席側のフォグは。492キロルクス、めちゃくちゃ明るいですね。まあすごい明るいんですけど、ここの高さに立ってればカットオフ、上の方はカットオフされてるので全然眩しくはないですね。ここぐらいまで下がる、こっからすごい眩しいですね。後軸ずれててここら辺ぐらいになるともう眩しいと思います。純正がですね、運転席153キロルクス、助手席側121キロルクスでした。で日本ライティングさんのカラーチェンジバルブに交換して運転席208キロルクス、助手席223キロルクスになりましたね。で HID 屋さんの M シリーズに交換して、それが運転席346キロルクス、助手席427キロルクスになったんですけど、当たりがついたのか何なのかよく分かんないんですけど、まあちょっとパワーが増してまして、どっちも運転席助手席ともに500キロルクス弱まで明るくなってましたね。純正のどんくらいだ、3、4倍ぐらい明るいのか。
まあ左右どっちも同じぐらいの光量が出てるんで、まあ値は正しいのかなと思います。今ですね、HID 屋さんの LED フォグランプが入ってます。停車状態でフォグつけてみたいと思います。いきます、フォグオン。これぐらい明るいですね。ちょっと奥の方は、まあ、暗いので、さすがにそこはロービームの領域だと思うんですけど、手前側はかなり明るいです。どうでしょう、ロービームをつけるとこんな感じですね。この変化分かります？奥がちょっと明るくなりますよね。手前の明るさはそんな変わらないです。はい、今これ肉眼で見てるのと同じぐらいの暗さに合わせて走ってます。光らせてるのが HID 屋さんの LED ランプ M シリーズ 17,880 ルーメンなんですけど、まあ、9,800 円でね、この明るさはかなり明るいと思います。これ使ってて特に不満はないんですけど、日本ライティングさんから純国産の LED ライトが出たということなので、そっちの方はどれぐらい明るくなってるのでしょうか。値段はこれの 2.5 倍ぐらいかな、3万円弱するので、かなり明るいんじゃないかなと思います。まあ、これで HID 屋さんと同じぐらいの明るさだったら HID 屋さんすげえっていうことになると思うんですけど、果たして結果はどういう風になるのでしょうか。はい、ちょっと今30分ほど走ってきたので、LED ランプの耐久性、まあ、どれぐらい光量が落ちてるのか調べたいと思います。さっきはね、500キロルクス弱ぐらい出てたんですけど、果たして30分走行するとどれぐらいまで落ちてるのでしょうか。 469.3 キロルクス、ちょっと落ちるけどあんま変わんないですね。助手席側はどうでしょう、421キロルクス、まあ、こちらもちょっと落ちてますね。まあ、やっぱりちょっと走ってると光量は落ちてきますね。それはもうしょうがないと思います。まあでも400キロルクス以上出てるんで、かなり明るい方のライトですね。ロービームだけだとこんな感じなんですよ。フォグつけないで見ると、まあ、ここぐらいからじゃないと横を照らしてないし、しかもそんなに明るくは照らしてないですよね。まあ、これぐらいの角度で照射してると思います。でこれぐらい違うんですよ。で見てほしいのが、もう車の真横のここから明るくなってるんですよね。なのでフォグってかなり効くんですよ。横がめちゃくちゃ見えるようになりますね。もうライトが出てるほんと真横からすごい明るくなりますね。これロービームだけだとできませんね。にしてもすごいな。この違いですね。はい、ライト日本ライティングさんのスーパーハイルーメン LED に切り替えました。ライトオンにしてみます。いきます、フォグがオンになって、うん、かなり明るいです。HID 屋さんだとここのカットラインすごい綺麗に見えてたんですけど、全体的にちょっとぼやけてるかな、カットラインが。下のこの部分もちょっと今影になってるんですけど、HID 屋さんはこのカットラインがバッチリ見えてたんですけど、日本ライティングさんちょっとボケてますね。でもその代わりこう全体的に配光が均一に出てる感じがありますね。これはでも結構明るいと思いますよ。はい、運転席が419キロルクス、助手席側も測っていきます。はい、432キロルクス。どうでしょう、見た感じも
あんまりこう日本ライティングさんと HID 屋さんに明るさの差はないように見えますね。で、6500ケルビンか、カメラで見てもらえれば分かるように、ほんと若干ですけど黄色は入ってません。ただこの今見てる動画で見るほど黄色くはないですね。ほんとうっすら色の違いはありますけど、まあ多分普通の人は分からないと思います。全然気にならないですね。このなカットラインがちょっとぼやけるのか、なんでだろうな。 HID 屋さんのはこの段差がカクッと出るんですけど、そこがちょっと気になりますね。はい、 HID 屋さんの LED フォグを点灯させた場所と同じ場所に来ました。日本ライティングさんの LED に今交換していて点灯してみたいと思います。いきます、フォグオン。個人的にはですね、明るいんですよ。すごい明るいけど、 HID 屋さんの LED フォグとそこまで大差がないというか、違いがわからないですね。これはどうしたものか。値段は3倍高いんですけど、明るさはあまり変わらないと思います。ちょっと走ってみます。フォグだけだとダメなのでロービームもつけます。ロービームオン。ロービームつけてもすごい遠くが明るくなるぐらい、手前は変わんないですね。サイドの車の横側の見え方もすごく HID 屋さんと似てますね。ただこのやっぱりなんですかね、まあ、フォグのこの手前両サイド側のカットラインのところが、HID 屋さんはそのラインが結構スパッて出てるんですけど、日本ライティングさんのはなんかこのちょっとラインがぼやけてるのが、まあ、違いって言えば違いかな。でもまあちゃんと上の方はカットオフされてて特に問題はないので、まあ、小さな違いではあるんですけど、まあ、気になったのそれぐらいで、まあ、明るさはこれは変わらないと思います。実際に明るさを測定したんですけど、 HID 屋さんとほぼ変わらなかったですね。だいたい同じぐらい、400ちょいの値を指していたので、多分 HID 屋さんの 17,880 ルーメンとこの日本ライティングさんの1万ルーメンのフォグの明るさがだいたい同じぐらいですね。同じぐらいの明るさだな。でやっぱりこれ、まあ、付け替えて気づいたんですけど、やっぱ HID 屋さんはすごい明るいということが分かりました。日本ライティングさんがやっぱりこうスーパーハイルーメンっていう風に歌って出している、まあ、高価格帯の商品なんですけど、それに引けを取らないぐらい明るさ、まあ同じ同等レベルですよね、の明るさを出してるので、 HID 屋さんすげえなって改めて思いました。ただ HID 屋さんはまあこのさっきの動画で比べても分かると思うんですけど、明らか作りは日本ライティングさんの方がしっかりしてるんですよ。まあ HID 屋さんちょっと言うのはあれですけど、若干しょぼいですよね。だしチップの発光面もちっちゃいので、多分熱もたまるし劣化も早いと思うんですよ。なのでまあもしかしたらその保証期間内1年の間に壊れてしまうかもしれないんで、で HID 屋さんは保証1年で、日本ライティングさんは保証2年なので、そういう安心を買いたければ日本ライティングさんですね。明るさ的には変わらないし、取り付け具合も全然変わらないので、あとはもう耐久性の違いぐらいしかないのかなと個人的に思ってます。同じですね明るいですよ、どっちも明るいです。日本ライティングさんも HID 屋さんもどっちも同じぐらい明るいです。違いはちょっとわからないですね。これはちょっといつもの運転席から見てる風景と全く同じです。HID 屋さんの
M シリーズすごい明るい LED ライトが、まあ、9,800円で、今回僕が買った日本ライティングさんの LED が高価格帯の商品なので、まあ、値段が3倍ぐらい違うわけですよ。ただこう別に3倍明るいわけでもなく、明るさを求めて買うんだったら、まあ HID 屋さんでもいいのかなと思います。で、そう、安心を買いたいのであれば、ちょっと HID 屋さんには申し訳ないんですけど、日本ライティングさんの方が作りもしっかりしてるし、長く使えそうな感じはすごいしますね。うん、そうか、僕の中では日本ライティングさんが HID 屋さんを、まあ、ちょっとは超えてくるかなと思ったんですけど、まあ、意外や意外、同じぐらいという結果になって驚いてます。まあ、これはね、本当やってみないと分かんないですね。実際こうやってつけてみると、まあ、明るさ的には同じだったというオチです。はい、僕は日本ライティングさんの商品も好きですし、 HID 屋さんの商品も好きですし、別にどっちかを忖度して押しますよっては言わないんですけど、まあ、これね、自分の立場になって実際どっち買うんだって言われたら HID 屋さんかな。値段が3倍高いもんな、日本ライティングさん。こう自分で車に取り付けられなくて、どっかの工場とかにお願いして自動車屋さんにつけてもらうっていうタイプの方でしたら、取り付け工賃とか脱着工賃もあるんで、壊れたら外さないといけないじゃないですか。その分また車屋さんに持ってって工賃かかってってなるんで、 HID 屋さんコスパ悪いと思うんですよ。で、一回つけちゃえばもう壊れることがないであろう日本ライティングさんの方にした方がいいとは思うんですけど、まあ、自分でね、こう脱着できるっていう方でしたら、まあ、HID 屋さんのこのライトは全然ありなんじゃないですかね。不思議ですよね。見た目もチップの発光面の大きさも全然違うのに、出てくる結果があんまり変わらないっていう、これ取り付けて今こうやって動画撮ってる僕もすごい不思議な感覚ですね。今回ばっかりは絶対日本ライティングさんの方が明るいと思ってましたからね。いや、こうやって見ても違いがないな、いつもの風景だな。3、40分ぐらい走ってきました。どれぐらい光量が変わってるのか見ていきたいと思います。はい、391キロルックス、まあ、1割ぐらいダウンですかね。助手席側も測定していきます。うん、428キロルックス、ほぼ変わらないですね。はい、意外な結果に終わった LED ライトの比較検証動画、いかがだったでしょうか。実際に買って取り付けてみないと分かんないんだなっていうのが今回も身に染みてよく分かりました。まあ、やってみないと分かんないですね、こればっかりは。でも明るさ的にはどっちも明るいですし、どっちもいい商品だと思います。ただまあ個人的に僕は HID 屋さんの方でいいかなっていうふうには思いますね。全然別件になっちゃうんですけど、日本ライティングさんのライトと HID 屋さんのライトを僕、フォグとハイビームどっちも持ってるんですよ。で、こんなにいっぱいライトいらないので、予備で日本ライティングさんのライト持ってようかと思ったんですけど、今回、来月この動画いつ上げるのか分かんないですけど、11月の真ん中ぐらいにヤフオクに出品で出そうと思います。で、いつだ、11月の21ぐらいに落札予定日にして、僕が今まで買った2色カラーチェンジ LED バルブ、ハイスペックのこの20ベルファイアにつくハイビーム、こうやってテストしている日本ライティングさんのスーパーハイルーメン LED を
ヤフオクの方に出品したいと思います。板橋駅のそばまで来てもらえれば受け渡しも OK です。まあ、詳細はヤフオクの説明欄のとこに書くので、気になる方は、ぜひ買ってみてください。一応この日本ライティングさんのスーパーハイルメ LED、 多分点灯時間1時間未満で出品すると思います。で、2色カラーチェンジバルブ、ハイスペックのハイビームに入れてた LED、 どちらも取り付けて半年経たないのかな、それぐらいの使用期間で、使用頻度としてもだいたい週 1,2 回なので、そんなにまだ激しくは使ってないと思います。で、まだ保証期間内なので何かあれば保証対応もできると思いますし、僕はこの HID 屋さんで車つけていこうと思っているので、日本ライティングさんの LED ライト、使い方がいらっしゃればヤフオクに出すので、まあ、ちょっと興味があれば見てみてください。いろいろやりたい動画はたまってやりたいことはあって、ものもあってなんですけど、飲食店の緊急事態明けですごい忙しくて、暇も休みもなくなってしまって更新できずにいますが、まあ、皆様こう首を長く待っていてください。少しずついろんな動画上げていきたいと思います。それではチャンネル登録高評価よろしくお願いします。言うこと聞かないでやって、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 言うこと聞かないでやって。